はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。原です。皆さん、マインクラフトの主役って誰だと思います？スティーブ？違いますね。ゾンビ？違います。スケルト、エンダーン、羊、牛、ハチ？違います。実はマインクラフトってこのお方が主役なんですよ。ニワトリさんです。ニワトリがね、このマインクラフトの主役なんですよ。知らないでしょ。皆さん、クリスマス何食べます？チキン食べますよね。チキンって英語で書くと CHIKN なんですよ。どうですか？ある一文字足すとこうなりません？チキングチキングです。彼がキングなんですよ。もう何年やってんの、マインクラフト。みんな、誰が主役？彼です。あー、どうもどうも、お久しぶりです、チキンさん。あー、ダメ、チキンさんってダメだ、チキングさん今回何やるかっていうと、チキングさんを守らなきゃいけないと。この残酷なサバイバル生活から彼を守んなきゃいけないんですよ。鶏を絶対守るクラフト。原の遊び場。手綱をつけさせていただいて、運命共同体の証、彼を守ろう。ええか。あそこに下級市民がおりますが、どうなさいますか？やるのじゃ。了解です。チキングはね、ちょっと他の種族に対してちょっと厳しいですから。やりました。よくやった。キング、もうちょっとだけね、早く歩いていただければ。あ、キング、あそこに暖かい場所がありますよ。なんだお前、近寄んじゃねえ。ご無事ですか？ありがとうございます。陛下、ちょっと水をね、渡っていただいてもいいですかね？いやじゃ、本当にお願いします。あそこはもう聖なる丘って言われてね、天然のなんかすごいものが流れてるんですよ。陛下、それに使った方が絶対いい。分かった、ありがとうございます。気をつけて。素晴らしいですね、陛下、その泳ぎ方、誰も真似できない。時速何キロでしょうか、それ？あ、ありがとうございます。え、お腹すいた？あ、わかりました。お腹すきましたよね。わかりました。今そこら辺で。あ、ありがとうございます。陛下、つきますよ、この神聖なる泉。どうですか？どうぞここでおくつろぎいただいて、私はあいつらを狩らねばいかなんで、お食事の時間です。はい。あー、待ってください。これはちょっと聖なる泉なんで、ちょっと心の汚い人間は入っちゃいけないんです。わかりました？ダメです。心の汚い人間は入っちゃいけないんです。待って、発狂市民、お前、陛下、大丈夫ですか？陛下、っていうか、びっくりすぎてちょっと卵産んでらっしゃいますけど、もうお子さん、世継ぎが生まれます？お前、裏切りの罪でお前は処罰か。爆発物処理隊を連れてきやがって。あちらの方が多分安全です。旧市民がね、草を食ってますから。陛下、見てください、あなたと同じような奴らがいっぱいいますけど。陛下、あなた意外にプレイボーイですね。ここにいい洞窟があります。私だけ暴れ踊りしてますね私たちはね、こんなところで時間を食ってる場合じゃないです。陛下、見てください、この、あ、陛下、お待ちを、今参りますね。陛下、高速器具どこ行った？あのバカ野郎、勝手に殴るんだって言ってんだろ、もう毎回よ。陛下いましたか。陛下もね、いずれね、空を飛びたいっておっしゃってましたからね。実はここには伝説があって、池に浸かると誰でも空が飛べるようになるっていう風にね、言われてるんですよ。飛んでおられますよ、陛下、すごい、飛んでる。見てください、陛下、あそこには宝石があるってね、言われてるらしいんですよ。ちょっと行ってみましょう。で、私たちの国、ちょっと陛下の種代で消えちゃってるわけですから、陛下ちょっと気をつけてくださいね。あ、お前や、あれ、陛下は？なんでそこにいるの、陛下。ちょっと、もう、陛下もうそこね、もう、待って、陛下、私と、あいつはなんであそこにいるんだ。
降りてこいよ。あ、陛下飛んでますよ陛下。よしよしよし。なんで陛下、陛下いらしたんですね陛下。